はい、皆さんこんばんは、ボイスアトラス、前回に引き続き、千六本さんにインタビューつないでおります。千六本さん、あれ、後半もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。まずはですね、その前編の最後をぜひ皆さんお聞きくださればと思いますので、ちょっと感想からなんですけれども、そのとある牛丼屋でテイクアウトを、まあ、いきなりなんかその場でガツガツと出してしまって、そしたらなんかトイレを出入りするような、なんかガリガリの日本兵を見たというお話で、かなりゾッとするお話でしたね、これは。そうなんですね。その体験した方のお兄さんを通じて聞かせてもらってるんで、はい。その、まあ、このお兄さん、藤田さんって言うんですけど、彼が結構その、自分の身に起きたことじゃないから、面白おかしく話すもんで、僕は結構面白い話みたいにして聞いちゃったんですけど、うんうん、まあ、よくよく考えれば怖いですよね。で、体験した新次君というその藤田さんの弟さん自身は、はい、これに関してはものすごく怯えてたんですよね。この体験についてはね。うん、そりゃ怖いですよね。そんなのを見てしまったら。そうですよね。はい。でも、何なんですかね。その場でいきなりガツガツと食べ始めてしまうっていうのは。だからそこもですよね。はい。なんか、確かにお腹は空いていたんでしょうけど。なんか共鳴をしてしまったのか。でもなんか取り付いてるとか、なんか憑依されてるみたいな風ではないですよね。ないですよね。はい。間違いなく、この日本兵にとってその場所は、はい。牛丼屋のトイレではないはずなんですよ。ああ、そうですよね。はい。ね、その牛丼屋さんができる前、そこが何だったのかとかはわかりませんけど、はい。この日本兵の方にとっては、全然違う場所で、はい、何か理由があってそこを行ったり来たりしてるはずなんですよね。うん、最近、お聞きしましたね。そういうのは、幽霊っていうのは、生前の、記憶だけがずっと残ってるから、はい、まあ、今建ってる建物とかそういうのは無関係になんか、うろつくというか、そういうのは、はい、はい、聞きました。確かにそうですよね。トイレだからっていうことではないですよね。ないですよね。はい。だから、他の人には全くそれが見えてなくて、シンジさんにだけはっきり見えてるってことは、はい。シンジさんも半分ぐらいそっちの世界に行きかけちゃってるんじゃないか。この日本兵と同じように、ものすごくお腹が減っている別の人の目線でこの動きを見てるんじゃないかっていうような、はい。気もしないでもないんですよ。かつての時間に何か取り込まれて、たとかそんな感じなんですかね。かけてたっていう感じなのかなと思うんですよね。常識的に考えてテイクアウト用の牛丼をその場で食べ始めるってあんまりないかなと思うんですよね。そうですよね。なんか気を照らう YouTuber でもやらないくらいしょぼい行為ですもんね、そんなのって。そうですよね。聞かされたお兄さんの藤田さんは結構そこがノイズになっちゃったみたいで、はいはい、すっごい迷惑な客だなって最初の感想は思ったって言ってましたから、うん、まあ旗で聞くとそうですよね、おそらくは。はい。そのぐらいで、そんなことを信じたも分かってるんですよ。はいはい、そうですよね。それが迷惑な行為だから絶対普段だったらやらないのに、はい、それでもそうせざるを得ないぐらい耐えられないほどの空腹感とか食欲がその場でいきなり湧き上がってきたっていうことは、何かしらに影響されてるんじゃないのかなっていう気はしないでもないんですよね。なんかそう思えますよね、それは。もちろん聞きようによってはコミカルなんですけど、ひょっとするとってそこまで考えると、うん、なんか怖いなーって思ったりもしますね。怖いですよね、それは。はい。いやー、もう立て続いていいお話をたくさんさせていただいて、はい。ありがたい限りです。あ、それでですね、最初の方に言いました、その、あんまり怪談という風に銘打った場では、なかなか話せないっていうので、最初言ったと思うんですけれども、
先ほど、そうですね、前編の方でお話しさせていただいた、その、何ですか、まあ、妖怪というか、九段めいた話もさせていただきまして、その他にですね、例えばですけど、UFO とかってあります？ああ、はいはい、あるんですよ、これがやっぱり。ありますか？ああ。なんかどういうお話がありますか？そうですね、もちろんはっきり UFO を見たっていうお話も、はい。あるんですけど、はい。ちょっと短いお話で、はいはい。これもすごい興味深いお話があって、これちょっと聞いていただいていいですか？ああ、はいはい、ぜひぜひ。これ、先にズバリ言っちゃうと、はい。UFO 出てこないんですよ。でも UFO 話なんですよ。おお、なんだろう。出てこないのに UFO 話。おお。この話をね、聞かせてくれたのは、さえこさんっていう女性の方なんですけど。はい、女性。はい。彼女ね、もう今40過ぎぐらいなんですけど、そんな彼女がね、高校生の時って言いましたかね。うん。だから、もう20年以上前のことなんですが、はい。彼女当時千葉県に住んでいて、で、通ってる高校で陸上部に入ってたんですよ。はいはい。はい。で、ある時、同じ部活に入っている女の子たち4人、まあ、最後さん入れて5人ですね。で、まあ、長距離走の練習で、学校の周りをこう、ぐるぐる走ってたらしいんですよね。はい。はい。で、結構田舎の方で、まあ、周りこう、畑とか基地とかあるんですけど、そんなところをこう、5人で、たったたった走っていたら、突然自分以外の4人が、キャーってすっごい悲鳴上げて頭を抱えてその場にしゃがみ込んだんですって。うん？しゃがみ込んだ。しゃがみ込んだんです。でも、さやこさんは何が起きてるか全然わからないんで、はい。って戸惑いながらも、わけもわからず自分も付き合って一緒にしゃがんだらしいんですよ。おお。はい。でも、もう何が起こってるのか全然わかんないんです。で、周り見ましても特に何もないんです。だけど、先にしゃがんだ4人は、頭抱えたまま、もうガタガタ震えてるんですよ。4人揃って。で、この時、4人が上げた悲鳴があまりにも大きかったもので、はい、近所にいた人たちが出てきたっていうんです。どうしたって言って。で、震えてる、その彼女たちの周りによって、どうした何があったんだって聞くんだけど、その4人が言ったのが、全員同じ場所を指さすんですよ。おお。その彼女たちが指さす先には、空き地が1個あったんですね。空き地？うん。空き地があったんだよ。その空き地を指さして、4人が4人とも震えながら、泣きながら、あそこに UFO が落ちたって言うんですって。UFO が落ちた？はい。自分たちの頭の上をこうかすめるように飛んで UFO がそこに墜落したんだって言うんですよ。で、4人ともものすごいこうパニック状態になっちゃってるもんで、とにかくその出てきてくれた近所の人たちが、彼女たちを連れて学校に連れて行ったんですって。はい。で、校長室に連れて行かれまして、それでも泣きじゃくってるんですよ、4人が。で、あまりにも錯乱がひどいんで、結局全員の家に電話して、親が迎えに来るっていう騒ぎになったっていうんですね。へぇー。この間、さえこさんだけは、ずーっとわけがわからないんですって。自分はそんな UFO 見てませんし。はいはいはい。で、君も親御さんに来てもらうかいって聞かれたんですけど、あ、いや、私は大丈夫ですって言って、自分で帰ったらしいんですよね、最後さんは。おー、はい。いまだに、40過ぎて、いまだにこれが何だったのかさっぱりわからない。で、その後、この錯乱した4人に何かあったかって言ったら、特に何もなかったんですよ。はい。だけど、聞けなかったって言うんですよね、その後。その話をまたこの4人に振って、あの時何があったの、何を見たのっていうのが、なんか聞いちゃいけないんじゃないかっていう気がして、結局卒業するまでこの話には一切触れることができなかったから、未だにこれ何だったのかさっぱりわからないんですっ
ていうね、そんなお話を聞かせてもらいました。そう。なんすかこれ。だって、普通なんか話としては逆ですよね。一人だけが見て他の4人が見えないみたいな感じじゃないですか。はいはい、4人が、やっぱ当時同じものをなんか目撃してしまったってことなんですかね。その4人だけが。はい。UFO。なんだろう、なんか、まあ、そんな状態だと詳しい、なんか、とかも聞ける状況ではなかったのかな、周りの人たちも。はい。なんかね、聞いた瞬間に、なんかこう、なんですか、はぶられるというか、いじめとかに遭うんじゃないかみたいな恐怖があったらしいですね。なんか怒らせるんじゃないかみたいな。これは聞いちゃいけないことのような気がするって思って、こうまだ高校生だった彼女は聞けなかったっていうんですよね。で、もちろんこの4人が結託して、はい、最後さん1人を騙したって考えれば一番簡単なんですけど、まあはい、そうですよね。その後、近所の人も学校の先生も手に負えなくて、親に電話しなきゃいけないぐらい錯乱状態が続いて、はい、多分ドッキリだったらお話がそこまで膨らむ前に、はい、なんちゃってっていうことになったと思うんですよね。そこまでは、まあ、なんか驚かす目的だとしたら、ちょっと、どう濃すぎてるというか、あんまりにも、それこそ現実離れしてますもんね。ですよね。はい、ものすごい演技力だと思うし、だとしたら、はいはい、ネタバレもないまま卒業する。っていう状態で、はい、だからなんとなくあの4人が自分を騙してやったお芝居とも思えないんですよねっていう感じで、はい、はい、これ結局何が何だか全然わかんない話ですから、それこそ怪談イベントとかでも出せない話ですよね、はい、確かに出せない上に、まあ言った通り本当に UFO 出てこないんで、この出てこないんですよ、はい、出てこないんですよね。でも、サイコさん目線ですから、はい。うん、はい。いや、すごい。でも、この4人にとっては、はっきり UFO が出てきてるんですけどね。でも、UFO っていうからには、でも、実際のところ何を見たかですよね、それ。見たとしたら。そうですよね。はい。だって、その時って別に音が鳴り響いたとか、なんか風が横切るような風が吹いたみたいな、そういうのも特になかったってことですよね、おそらく。少なくともサエコさんは感じてないんですよ、何にも。なんだろうこの話。実話怪談ってこういうのが多いんですよ。もう結末はそうですよね、綺麗に終わるわけでもなく謎のまんまっていうのは、はい、いや、わけわかんなすぎますねこの話は。確かにそうなんです。はい、ただめちゃめちゃ面白いと思いました。いや、これ面白い話です。本当に。はい。UFO か。なんか4人は何かを見たんでしょうね。おそらく。何か見た。でも、ニューブさんが言う通り、はい、その、風を感じたとか音が鳴ったっていうこともなかったっていうわけですから。でっかい鳥が飛んできたとか、っていうことでもないんですよね、きっと。なんですか、前もこれはトラスラジオかなんかで先生が話してた話なんですけれども、やっぱ UFO っていうのも、なんか見る人によって形変わって見えるらしいんですよね。なんか前聞いた話ですと、例えばその年配の方と若い人が、なんか UFO を呼ぶ、なんか企画かなんかで、一緒にいた時に、まあ、UFO が現れたと。で、その時に目撃したら、年配の人はアダムスキー型に見えて、若い人は発光体に見えたっていうような。はい。そうなんだ。なんか見る人によって、やっぱ脳の処理がなんか、今まで自分が思い描いてたようなものに、なんか UFO は見えてしまうんじゃないかっていうような、そんな話をしてた、確か、だいぶ前にしてたような気はするんですよね。なるほどですね。なんかそれもやっぱ見えないっていうのがある種のやっぱフィルターというか、そういうのになってた可能性がありますよね。
なるほど。見えないっていう一つの見え方だったのかもしれないっていう、ね。かもしれないですね。はい。ああ、興味深いですね。これ面白い話ですけど、すんごい欲を書いた言い方しますけれども、その UFO のお話もあるって、もうランク上行って、はい、宇宙人出てくる話とかってあります？宇宙人ですか？はい。はい。じゃあもう、宇宙人の話って先に言っちゃうとあれなんですけど、はい。これね、僕今月この話するの2度目なんですけど、そうですか。そうなんです。ですね、このお話って、はい、ものすごいニュースソースが遠いんで、ほう。本当にいわゆる信じるか信じないかはあなた次第の話なので、はい、そういう前提で聞いていただきたいんですけど。ああ、はい、肩の力を抜いて聞いてっていう感じで。抜いて聞いてください。はい、はい。はい。どんなご指摘も受け付けませんっていう類のお話でございますので。まあ、野暮なツッコミはするなと。感じで。するなと。いうお話の前提で聞いていただきたいんですけど、ね。ああ、はいはい、聞きます。はい。はい。そもそも、はい、これね、私の知り合いの旦那さんの友人の知人が体験した話なんですよ。遠いなぁ。遠いですよね。遠いなぁ。はいはいはい。で、この私の知り合いの旦那さんの友人の知人という方、まあ、男性の方なんですけども、はい、まあ、名前はじゃあ仮に A さんにしときましょうか。はい、この A さんという男性なんですが、実は以前、一時アメリカで生活をしている時期があったっていうんですね。はいはい。で、そのアメリカに住んでいた頃、ある日、こう、仕事で遅くなりまして、急いで帰りようと思って、こう、夜の国道を車で走っていたらしいんですよ。はい。国道。はい。はい。で、国道って言いましてもね、走ってた場所っていうのは見渡す限り一面の砂漠地帯で、そこを貫くまっすぐな一本の道なんですね。ああ、なんとなく絵は思い描けますね。そういう場所ありますね。はい。そうなんですよ。でも見渡す限り街灯も建物も一切ないんで、はい。空には満点の星。その星明かりと自分の車のヘッドライトぐらいしか明かりというものがないような、そんな道をバーッとスピードを上げて走っていたんですって。うん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 。すると突然、道の右からポーンと何かが飛び出してきたんだって言うんですよ。ほう。一瞬ヘッドライトに映ったその姿は、人の子供かちょっと大きめの猿のように見えたって言うんですね。ほう。A さん驚いてギューッと急ブレーキ踏んだんですが間に合わず、車の左前方にその飛び出してきたものがバーンと音立てて当たりまして、前方にすっ飛んでったっていうんですよ。あら、引いた。跳ねたんですね。それで、恐る恐る顔を上げると、ヘッドライトが照らすその道の端に、何かがこちらに尻を向けるような形で倒れてる。はい。それが、いくら見ててもピクリとも動かないんですって。で、A さん、わー、やっちまった、人を跳ねてしまったってそう思いましてね、こう震える手で携帯電話を取り出すと、そこから警察に電話をしたんだっていうんですよ。はいはい。ところがまあ、場所が場所なんで、なかなか警察来ないんですね。はい。でも本当だったら、その跳ねたもののそばへ行って、その生死の確認とか必要があれば、救命行為なんかをしなきゃいけないところなんでしょうけど、とにかくその人を跳ねてしまったっていうことのショックで、全然動けなかったっていうんですよね、A さんね。はい。でもただただその車の中でじっとしてたんですけど、その間もその倒れているものはピクリとも動かなかったっていうんですよね。で、そうこうしてるうちにパトカーがやってきたんですよ。うん。ところが、びっくりするぐらい凄まじい数のパトカーがやってきたって言うんですね。え？こんな大ごとになるの？って思っているうち、そこに止まったたくさんのパトカーの中から大勢の警察官が降りてきて、A さんが跳ねた、その倒れているものの周りにわーっと集まったんですって。で、その中の一人が A さんの車に近づいてきて、コンコンコンって窓叩くんで、はいって言いながら窓を開けたんです。あ、通報してくれたのあなたって聞かれて、はい、そうです。じゃあちょっと状況を聞かせてくれるかなって言って、
警察官は立ったまま、A さんは運転席に座ったままの状態で、この、まあ、簡易な事情聴取みたいのが始まったらしいんですよ。はい。で、A さんはもう、聞かれることに素直に答えてたんですけど、そのうち A さんが跳ねたものの周りに集まっていた大勢の警察官のうち一人が、タタタタタタってこっちにかけてきて、A さんから話を聞いている警察官の耳元で何かを囁いたんだそうです。それと突然この話を聞いてた警察官が A さんの顔を見ながら、うん、じゃあもう行っていいよってそう言ったって言うんですよね。うん、え？ってそう思ったんです、A さん。え？って。いや、でもあれ、私が跳ねたんですよ。亡くなってますよね。あ、大丈夫だから、もう行っていいよって言うんですね。で、実は A さん、アメリカで生活はしていたんですけど、はい、そこまで英語が堪能ではなかったんですよ。あ、はい、だからひょっとするとこれ、この警察官の言ってる言葉を自分が間違えて聞いちゃってるのかな、意味を取り違えてるんじゃないかなと思って、何度も確認したんだって。はい、言っていいんですか？あ、言っていいよ。え、それは帰っちゃっていいってことですか？あ、帰っていいよ。本当に言っていいんですね。いや、だから本当に言っていいよ。そんなやりとりを繰り返して、じゃあ行きますからねって言って、A さんアクセル踏んでその場を後にしたっていうんですね。で、その頃住まいとして使ってたホテルに戻って、自分の部屋に入ってからも、まんじりとせず起きていたんですが、夜が明けて昼になっても、電話一本鳴るわけでもない。警察官が訪ねてくるわけでもない。それ以降、一切音沙汰なしなんです。俺本当に跳ねたよなって思った A さん、部屋を出ると建物の下に止めてあった自分の車を見に行ったって言うんですよね。うんうん、とその夕べ跳ねたものが当たったあたりを見た。車左前方のバンパーのあたりにべったりと緑色のスライムのようなものがこびりついてたって言うんですよ。おー、で、私の知り合いの旦那さんの友人という方は、この話を日本に帰ってきた A さんから直に A さんの家で聞かされてるんですね。ほう。その時 A さん、大口のスクリューキャップのついた瓶を持ってきて、それをトンとテーブルの上に置きまして、これがその時のやつなんだよって言うんですって。え、何々って見ると、その瓶の中にはドロッドロの緑色の液体が入ってたって言うんですよ。A さんどうやら自分の車にこびりついたそれをこそげ落として瓶に詰めて日本に持って帰ってきてたらしいですね。で、ここまで聞いてわけわかんないとは思うんですけど、実は A さんがこの時事故を起こした場所というのがアメリカのネバダ州を走る国道375号線っていう道なんです。はい。詳しい方だったらここで、あっってなるんですけど、はい、このネバダ州を走る国道375号線沿いにはあのエリア51っていう基地があるんですよ。そんな基地のそばであの時 A さんは一体何を跳ねたんでしょうねという、これエリア51というお話でございました。ありがとうございました。そう来るか、すごいなこれ。面白いですよね。面白いし、もう最後ネバダ州とかって出た時点で、ふーんってなりましたね、さすがに。なりましたね。これ、この間、ちょっと会場でお話しさせていただいた時も、はい、ネバダ州のって言った瞬間に、もう客席から、ガチガチで声が出るんですよ。まあ、共演してくださってた、同じ会談さんも、って言ったんですよ。まあ、そうなりますよね、反応としては。ありますよね。はい。ご存知の方はそうなりますよね。何跳ねたんだろう。何跳ねたんだろう。ですよね。緑色。のような、猿のような。なんか緑色っていうのがまた、あれですよね、はい。ですよね。それ撮ってる。ということは、A さんを、に行き着けば、それがもしかしたら見られるかもしれないとか、そういうことになるのかな。そうですね。怖っ。A さんっていう方は、はい、雑誌に記事を書いたりしてるような方で、はい。はい。その界隈では知られてる方なんですよ。だから、このお話提供してくださった私の知り合いも、
その A さんの名前とかを出されてしまうと本当に困るんですって言って、はい、最初このお話喋るの許可すぐには降りなかったんですよ。はい、はい。絶対 A さんの身バレはしないように喋りますっていうところで、はい、なんとかご許可をいただいて今こうやって喋らせていただいてるっていうお話なんで、はい、確かに我々からすれば、にわかには信じられない話なんですけど、はい、A さんの人となりを知ってる人からすれば、ただの嘘とは思えないっていう感じなんですよね。なかなかすごい話だ。ですよね。じゃあもうあれですよね。なんか通報受けた、もう大量に来たパトカーっていうか警官たちっていうのも、もうその場所だからもう、連絡が来た途端に、あれですかね、もう向こうも分かってて、その規模で来たってことですよね。じゃないですか、その可能性は考えてたんじゃないかなって思いますよね。はい、あの場所か、みたいな感じで、はい。普通に人がひょいひょい歩いてるような場所や時間ではないでしょうから。はい。はい。もうそれは、なんか跳ねたものはもうヘッドライト越しの明かりででしかちょっと確認は。だって結局近くに行って確認とかもしなかったってことですもんね。車に乗ったまんま。できなかった。はい、そうなんです。まあ、なんか何かを引いてしまったっていうショックからだと、まあ、そうなってしまうのも致し方ないっていう感じではありますよね。いや、本来はね、ダメだと思うんですけど。はい。まあ、その心情はわかりますよね。いや、すごいお話でしたね。はい。はい、確かにこれは、なんかもう本当に謎めいたっていうか、もう別の意味で恐ろしい話ですよね、それは。何を隠してるんだろうっていうようなことにつながりますからね。はい。そう、どっから逃げてきた、何を跳ねて、警察官たちは何をしてたんだろうっていう、想像が膨らみますよね。いやー、すごいいいお話でした。ありがとうございました。はい。こちらこそ。はい。はい、まあ、いかがでしたでしょうか。前編と後編にわたって、もう、こんなに良いお話を、千六本さん、聞かせていただきまして、どうも、ありがとうございました。こちらも楽しかったです。ありがとうございます。それではですね、最後、ちょっとその、千六本さんの方から何か告知などありましたら、お願いします。はい。ありがとうございます。それではじゃあちょっといくつかなんですけども。はい。今、関西テレビさんの方で。はい。やられて、TVerの方でですね、怪談グランプリというか、はい。もう間もなく終わりますが、配信中でございまして、はい。怪談グランプリ予選出場の10人の怪談師の、怪談語りの動画が配信されております。はい。はい。こちらの TVer の動画の視聴回数ですとか、怪談グランプリの公式 X アカウントの方の記事でいいね、リポストなどしていただくことで、そのポイントが入って、この10人から次の4人にまで縛られるというね、そういう賞レースに今参加をさせていただいておりまして、はい。この動画の方の配信期間が今月末ですね。はい、までなので、もう、まもなく終わりになりますが、今からでも見られますので、私、千六本も出ておりますので、ぜひぜひよろしければ見てください。はい、千六本だけではなくて、10人の怪談師が一生懸命語った怪談、ぜひ皆さん見ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。いうところとですね、はい、私、実は今、埼玉県在住の怪談師だけで組んだ、埼玉怪談ベースというユニットに、はい、所属をさせていただいておりまして、はい。はい。ちょっと普通怪談聞きに来ないよねっていうようなところで、ずっと定期的に、怪談ライブイベントを開催させていただいているんですが、はい。こちらが埼玉県比企郡という場所にあります、ときがわ町。ここのですね、はい、ときがわベースという名前のおしゃれなカフェで、8月3日の土曜日、午後6時からですかね。埼玉怪談ベースによる定期イベントを開催させていただいております。私、千六本の他ですね、
この間、山口先生とも共演させていただいた実体験怪談師藤山 F、それから怪談王でも常連になっておりますが、怪談ごっこチャンネルのエスタ、はい、それからこちらもね、山口先生と2度ほど共演させていただきましたが、柴山綾子と私千六本の4人でですね、こちらの方で、怪談イベントを開催しておりますので、よろしければちょっとフラッと来て会談聞いてっていただければなと思っております。はい。よろしくお願いします。はい。はい、それと最後に、一つ前編でもちょっとお話出ましたが、大図書様の方から発売になりました、実際にあった怖い話の、20249月号ですね。私、千六本原作の怪談、これ、第2弾ということで、掲載をさせて、していただきました。はい。はい。前回と引き続き、三友先生の方でですね、見事な再現力で描いてくださっておりますので、こちらもよろしければ皆様お手に取っていただいて、千六本原作の漫画読んでいただけたらと思いますので、合わせてよろしくお願いいたします。はいはい、このあたりで、はい、どうもありがとうございました。はい、いえ、こちらこそ。はい、はい、それではですね、いかがだったでしょうか皆様。不思議な話と、お便り、募集しております。宛先は tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp までお寄せいただければと思います。はい。ということで、2回にわたって、千六本さんにお話を、聞かせていただきました。今回はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい。それでは、次回からは、先生の復活を、まあ、願いまして、この辺でお開きにしたいと思います。はい。それでは、次回をお楽しみにいただければと思います。皆さん、それでは、さようなら。